うっす。一匹だけ倒してやるぞ。アルテロイティオ。これ力の歌の方がいいような気がしてきたな。まあいいや、いいですか。なんかね、力の歌の方が力の上昇幅でかいような気がするんだよね。わしは。俺はそんな気がするのよ。だってさ、レベルが上がっていくでしょ。レベルが上がっていくのとさ、力が上がっていくのとさ、力が上がっていくのがさ、強くねえかって思うんだよ俺は。今のなかなかいい論じゃない、今の理論。レベルが上がるよりダイレクトに力上げた方がさ、いいんじゃないのかな。わしはそう思うぞ。やはり力の歌の方が強い説あるじゃん。だって力の歌だって英雄の歌の直前に手に入れた歌だからね。強え、最強の可能性がある。あれ今殴らなかった？え、殴った今チキンナイフで。あ、殴らねえ時もあんの。まあ別にめったにねえからいいよ。よし、完全に軽くで押した。ちょっと待て、この位置危ない。すぐ出てくる、なだれ込んでくる。よし、蓋をした。これでいいんだ。よし、まあ残りは後で相手してやる。あんな駅何人も倒す気になんねえけど、一体だけだったらいいや。そして俺痛恨のアイテム買い忘れっていうね。ハイポーションがもう20個ぐらいしかない。なんとかこれで倒していかないと、攻略していかないと。行けるとこまで行こう。いや、救おう、この世界。弱気じゃダメだ、攻めの姿勢を見せる。それでこそ倒せる。デスクローにソウルダンサー、変わり映えしねえな、お前らも。あ、でもソウルダンサーもうね、ソウルダンサーめちゃくちゃめんどいんだよ捕まえるの。だからいいや。お、こんなとこ行けんの。ほっほっほっ、マンイート、マンをイートする。え、マンイートって何、マンイートってなんだ、マンをイートする。え、え、トンケンでしょ。踊り子ってお前どんだけ踊り子優遇すんだよ。なんでだよ、ここに来て踊り子を使えと言ってる俺に。使いてえ、俺だって使えるものなら。でも俺は決めてしまった、一つの道を歩んでしまったの。家にその道に行くことができた、それが俺の生き方なのだ。うお、フューリー、全身グラビデババア、全身が重力に追われてる、存在がグラビデ。なんだこのスペースは。ここまでだ、この先の無の封じられた空間には行かせ。空中を歩いてきたこいつ、何者だ。ツインキャニアン、足が4本ある。英雄の歌を見せてやるぜ。英雄の歌でいいよなこれ。英雄の歌を使ってやる。ドゥル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 。ふぅー、見た今ビデオに撮った、ちゃんとビデオカメラで撮った、俺の活躍を。あ、でも生きてる、俺はまだ生きてる。命の火は消えた、俺の命の火。あんまりじゃないかこれは、あんまりだ、いくらなんでも。だが正気はあるぞ。なぜなホーリーランスがとんでもない強さだった。ってことはこれかい、サンゴの指輪かい。もうバッツリつけるか、じゃあバッツリサンゴの指輪か。であのエルメスの靴の方がさ強くないか。あったよ、サンゴでいくわ。サンゴのなんかアイスシールド、サンゴにアイスシールド、
これが我々の強さの秘密や。そしてエルメスのクソ装備、これや、これやで。もうマンイーター取らない。俺はマンイーターとレインボードレスにはもう心を傾けることはしない。お、意外とサクサクいける。サクッ。鉄巨人、鉄巨人いかほど経験値持ってんだろうな。この図体困るだ。殺してやる。お前は殺害してやるぞ。ぐれ。いける。いけそうな匂いがやばい。ちょ、邪魔お前。まあまあ強いな。だけどホーリーランスの前ではもうないも同然だよ。ふっ、何も聞かねえぜ俺には。クルルには何も聞かん。アトミックレイ、新技を開発しやがるこいつ。まあ関係ねえ。何個技持ってんだよこいつ。おお、早い。脳みそを吸い取られてからの復帰が早すぎる。奇跡だ。医療の現場ではたびたびこういうことが起こる。説明できないような奇跡だ。ギガフレアのためにパワーアップ。愛するギガフレア。ギガフレアのためにパワーアップしてからギガフレアまでが早すぎるぞ。シュートの体勢に入ってからシュートが早すぎる。ちょっと待ってよ、ギガフレアの体勢に入ってからギガフレアがいくらなんでも早すぎるだろ今の。どうすんの。じゃあもうエルメスでいいか。エルメスでこっちにサンゴだな。よし、これでいい。今のひどいなマジで。ギガフレアのためにパワーアップって言ってもすぐギガフレア打ってきたからな。そこをお前一旦ぐらい待てよ。2ターンは待てよお前。何即座に打ってんの。いやこいつマジの成功法の強いやつだな。バリバリの火力を見せてきた。伊達に空を歩いてきてないよ。ヒーン、いけいけ。あ、こいつたまに、これたまに歌が出る、歌が出るじゃない、逃げるになるんだ。そっか、まあ、そんなうまくいかねえよな、世の中。うまくいかねえや。笑うセールスマンみたいだな、チキンナイフ。あなたにこのチキンナイフをあげましょう。これを持っていれば127の攻撃です。しかし最終的に会社からも人生からも家族からも逃げる。そんな笑うセールスマンのような相手、なかなかいい線いけるだろこれ。さあできればこれギガフレアのために、ただ一人ギガフレアのためにパ。おお、これがある。さっき吸い取られ、さっき吸い取られたのはクルルだったもんな。さあこれタイダルをくれば。しかしタイダルとかじゃねえ、これはタイダルどころの話ではない。めっちゃ飛んでるなこいつ。いけ、かなり食らわしてるぞこれ。かなりどころじゃねえ、かなりどころの話ではない。あれ、ギアフラー使わないなこいつ。お、出た。待て、もうちょっと、もうちょっと待って、たまったま、お。アホだなこいつ。早く打ちすぎだっつうの。いやでも今早く打ってなくても死ねたな。まあどっちにしろ俺の勝ちだってことだ今の。あんたはアホや。どっちにしろアホだってこいつ。お、なんだ、何今。貴様らを通すぐらいなら行かせんみたいな感じかと思ったけど、むしろあいつが死んだことで階段が降りてきた。ハイポーション使うなあんまり。セーブしてくれ。
めっちゃ今ガンガンハイボースを使ってしまった。いやでもここは使うだろ、ここは使うよ。やったぜ、あのツインタニアをも蹴散らしてしまった。ソウルダンスは使わなかったな。こいつを使ってればもっと早く行けたのかな。まあ今となっては知る由もない、知る由。うわー、なんていう充足感。カタストロフィーにすら勝てるかどうかという感じだったのに。ハリカルナッソス、ハリカルナッソス。あれセーブした、俺セーブした。5秒前の記憶を忘れてしまう俺は。それをメモ帳に書いて記憶しながら進んでいく。やべえよ本当に。ホイールアースプラスジャンプ、もう地面にいないんだもん、ほとんど地面にいる時間の方が短いんだから。そんなの強いに決まってる。お、穴ワリオストレ出てくる。もうお前らなんかで会うのはもう最後だ。お前らと縁を切る。これもうこの中学を卒業したらお前らとは遊ばないもん、絶対つるまないからな。謎の力でここに、なんという勇ましい音楽。風魔手裏剣、この世界の手裏剣は一体何なの。水晶竜、まるで水晶のように見た目もやべえな。ただ強いだけじゃなくて美しいんだよ。おい、美しいんだよ。このそれしか つけられなかった。なんですよ、メッシュ、メッシュじゃん。業界人っぽいなやったこいつはたびたびいいものをくれる俺に。それが一番のプレゼント。こいつまだまだ持ってそうだからな。なんなら源氏のモーニングスターとか持ってそうだ。メッシュからゴーラス、バツ。本当だな何殴りかかってんだ俺も。いや出口あるだろそれ。カクカクシカジカ、このフロアをくまなく探索してたら、いやくまなく同代5人で脱出ってのはあ、そうか、先に進むってことね。別にお前と帰りたくねえよみたいな、お前みたいななんか変なやつと、見た目的にも変なやつと帰りたくねえよみたいな。その時は俺もなんか結構降ってくるね、それ。なんでもねえよ。あ、刺した、あ、刺し、ちょっと嫌がってたの刺した。なぜ見つからなかったんだあそこが。あれどっか行ったの、落ちていったのかなあいつ。まあそんなことは今となっては知る由もないことだ、知る由。なんで振り回るような手裏剣がたくさんあるんだよ。風魔手裏剣量産構造なのかもしれない。ここエリクサラスダンといったらいいですか。ゴーキマイラ、ゴーサインが出てる。何者かな。しかしなんだこの勇ましい音楽は。やるぞという気になってくるな。マインドフレア、シング、えらい小ぶりな敵が出てきたな。さっきの水晶竜は良かったな。風魔手裏剣、手裏剣量産工場か。ここはお前らにとってる手裏剣ってなんだ。外人かお前らは。手裏剣はありがたがりやがって。
ャパニーズ手裏剣のとことんまで相方がってやがる。水晶流何も言えねえ。スイスイ進んじゃってるか。このままスイスイ進んでしまうのか。俺はスイスイスイと戦いの時は近いぞ。もうハイポーションが20しかない。なんてことだ。これどうしようかな。なんか炎の指輪とかつけてた方がいいような気がしてきたな。これそうじゃない。なんかもうそういう感じだよね。守りの指輪ってさ、なんだかんだあれでしょ。なんつうか、なんつうの、まあとにかく分かってる。あんまり殴りを受けないんだぞ。殴りを使ってこないんだよ敵が。まあ、こういうやつの方がさ、逆にって感じ。いや、むしろこっちにリフレクトリングだな。逆にって感じじゃない。リフレクトリング。てか、リフレクトリング3つあるんだわ。リフレクトリングだ、これこそ。俺こそはリフレクトリング。こういうことだ。おい。ネクロマンサー。マインドフレ。ここに来て新しいのが出てきたな。ネクロマンサーという。この光、お前たちに渡さんぞ。独り占めすんな、その光を。ネクロフォビア、バリア。この4つのバリアによって、無敵の体を手に入れたのだ。倒せるかな？何そのスタンス。倒してやるぜ。じゃあバリア出す。あ、空食らっちゃうのだ。ちょっとここに来てファイアービューとかまさかの足を引っ張る。足を引っ張る羽目だ。おい、リフレクトリングとは何だったのか一体。何もかもが役立たない。もうマジであれじゃん俺。おい、長いんだよ一つ一つの。おい、一人一回までにしろ、フレアは。で、四人で一回までにしろ、フレア。っていうか、クルルがやられた。いや、おかしいだろ、これ。この、ちょうどジャンプしてないとダメだな。ちょうどジャンプしてないとダメじゃん。さあ、しかしこいつ復活してからすぐ、飛べるぞ。もうちょやめろ、もう、もう一瞬、もうそう、ちょっとだったじゃん。あ、でもアイスシールドだから。やった、やった。関係ねえし、効果はなかった。そのファイガーどこに行く。おい、真ん中のやつに当たれや、それだったら。やったぜ、バリア一個倒した。そしてだな、これすぐに攻撃せずに、ちょっと待ってからのジャンプ。うわ、待ちすぎた、待ちすぎた。すぐ飛んでればよかったんだ。すぐ待っておけばよかったんじゃん。よし、ジャンプした。これでいいんだろう。もうジャンプこそが思考である。よし、お前もなんかすんの。早く効果がなかった。なんで降りてくんだ。早いって、ちょびっと早いんだよな。なんで効果がねえんだ。なんか知らんけど効果がねえ。ちょっと待ってからのジャンプ。よし、今の最高のか。おい、なんでだよ。なんで今回お前ら何もしないんだよ。今回に限って。いや、おかしいだろこれマジで。あれ全然効かねえ。そうか、二人だからもう効かねえんだ。やった、さすがの俺もエリクサー。ここはエリクサーがないだろ、こんなの。二度とないこんなチャンス。もう頼むぞ、フレアすんなよ。やった、やった、引ける。しかもよ、ホーリーだからやばかったな。なんか知らんけど三高だから助かった。三高だから生きていられた俺。今ホーリーだったら多分やばかった。
そうか、サンダが対象が2人になったから弱くなったんだ、全体化して。バカだ、奇跡だな。さっきのホーリーだったら死んでたから奇跡だ。奇跡が起きた。てかなんで、おい、悔しい。え、何分やって俺今もう分かんねえ、これデータ消したりしてるから。え、俺ツインターニア、あれツインターニア俺倒した、これ、え、ツインターニア倒した、なんで3分しか倒したんだっけ、これ倒して戻ってきてセーブしたの。装備で分かる、エルメスの靴、あ、これは、あ、まあ、これ倒してるわ。いやでもあいつどうすんだよあんなの。やっぱいい線行ってたけどさ、でもあれじゃいつか崩れるでしょ。どうしたらいいの。ホーリーとフレアで死ぬんだよ、結局ホーリーとフレアで死んじゃうんだよ。どうすりゃいいのあんなの。あ、ソードダンサーだ、ソードダンサーでまず一人倒すんだ。そういうことか、よし、じゃあちょっとこんなちゃんと準備してきたから行くわ。